様子は、まあまあ、まあまあ、まあまあ、で、足も使ってんだよね、この子。使ってます。ラブラブですね。はい。はい、1657、58、1658。はい、お願いします。はい。うん。サポートお願いします。はい。まあ、私見てるのは歯だけじゃなくて、この歯茎の色まで見てるんですけど、ね、赤みがかったピンク色でいいと思います。さあ、ブーブーにして。せーの。右後ろの第二子。これだよね。まあ、こういう感じ。でも痛がらないのがすごいんですけど、はい、楽にしてください。まあお薬ね、ま、今どう3週飲んでもらってるんですけど、もう2週飲んだらね、1回やめます。やめて様子見ますね。はい、じゃあちょっと治療してみますね。はい、ごめんね。よいしょ。よいしょ。ラミンもね。あとお腹触らなかった。一回ちょっとお腹触ります。ちょっと。顔をどかして、顔で、はい、あの茶色いやつもやめてるんですよね。まだ強くなってしてくださいね。だいぶ柔らかくなったけど、まだ触れます。はい、じゃあ抗戦勝者、100の1本。うん、お腹と、顔から右足。まあでもお薬飲ませたりとかラクタ飲ませたりしたら上手になったんですよね。大変ですよ。その方がなかなかと目立っとした方、あ、ドロッとした方、そっちが大変。カレーはね、結構こぼすんですね。ゆっくり入れてやらないと、あと入れたら入ったと思ったら出てきちゃう。多分ね、もうちょっと奥まで入れると、ここまで入れちゃうと出さないんだよね。ああ、そうか。あんまり手前だとドロップ出しちゃうから、ちょっと奥まで入れて、もぐ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 口が動いたところで入れてあげると、ちょっと上手に飲んでくださいね。ウェットブラシをしてください。はい。あんまり奥入れると嫌がって嫌かなと思って。はい。ウェットブラシもね。なかなか嫌が怖いですからね。でもちょっとね、私たちは手前やっちゃうとやっぱりだらって出ちゃうんですよ。かわいそうだけど。わかりました。奥ですね。はい。もうちょっと奥ね。この辺ぐらいまで、1ぐらいまで入れるタイプ、まあ、1から 1.5、 1ぐらいまで中にこう入ってると、はい、そんでいいと思う、はい、そうすると口がもぐもぐ、奥まで入ると口がもぐもぐ動くから、はい、そうしたらスッと入れてあげると上手に食べてくれるんじゃないかなと思います。はい、じゃあ OK ですね。じゃあ薬をまた1週間分ね、はい、じゃああと2週飲ませて1回ちょっと止めてどうなるかを一緒に見ましょう。はい、
はい、頑張りました。はい。